はい、えー、今回ですね、テーマ給料明細、給料明細っていうテーマにしましょう。うん、で久保さんの方でも、そのコンテンツの作り方みたいなのをお話ししていただいたんですけど、えーまあ、具体的な事例ですね、これはえ YouTube にですね年収チャンネルっていうのがあります。YouTube に年収チャンネル。で、これ何やってるかっていうと、さまざまな YouTuber だったりとか、他のなんか、業種の方にインタビューをして、 いくらみたいな聞いていくっていうまあ年収チャンネル言うてますから、まあ、その他にもいろいろコンテンツありますけどね年収チャンネルで昔その「給料明細」っていうね番組がすごく、えー、僕見てたことがあるんですよ給料明細でこれはキャバクラの人の給料明細だったりとかなんかそのホストの給料明細とか、まあ、その給料明細をこう,こう突撃していくっていうだから自分の 自分の給料少なくても、給料明細っていうコンテンツ作って、自分の給料よ稼ぐみたいな、分かります他人の給料の情報を使って、他人の給料の情報を使って、お金を稼いでいくっていう、すごくないですかこれ、発想が。でもみんなやんないですよね、これね。実はあるんですよ。で、やってる人は、この年収チャンネルは、もう、チャンネル登録者数4万人いますよ、4万人。うん。そう。うん。まあちょっとね、もう、最近なんか、だから、要は、 このチャンネルもそうなんですけど要はあ、これねまた横展開ができてフックとしては年収チャンネルでいろんな有名な方をこうお招きしてインタビューして聞いていくっていうのはあるんですけどでそこでなある一定のファンを獲得したあと年収とは全く関係ないコンテンツもアップしてるんですよなでその年収チャンネルっていうものがじゃあ全部のコンテンツが年収じゃないといけないのかっていう概念はないんですよ。 だから、フックとしてはそれで釣って、あとは別にファンになれば、別にいろんな企画してもいいよねって話です。だから、まあ、それはやりながら、なんかそのインタビューってなると、じゃあ、全部インタビューチャンネルみたいなね、全部にインタビューしないといけないのかってなると大変になってくるじゃないですか。だから、ある一定のインタビューシリーズみたいなね、例えば1ヶ月に1回インタビューするとかね、2ヶ月に1回インタビューするとかして、後の残りのやつは、そのインタビューの道中の、あの、 であったこととかねまあそういうふうになんかまあプロダクトローチになるん、ね、今度今度のまるさんとインタビューが決まりましたと。で,でまあ、1本のインタビュー動画だけれどもそこまでに何だろうなこれね他の YouTuber もやってるんですけどあ,あこういうのもあるななんかそのか,かくかく 詐欺業者に電話してみたとかその電話するプロセスを動画にしてやってる人もいるんですよ。だから単純にそれと一緒の理論でそのある、ある人にインタビューをするっていうまでの作業、工程があるじゃないですか。それを物語というかね、動画にして物語にすればいいんですよ。でそうすると、じゃあ今日はこの人に DM を打ってみたっていう動画ができるんですよ。わかります。で、ダメだったみたいな。わかりますお、なんと !DM100 件送ったら1件来た っていう動画が撮れるじゃないですか。で、そういう物語のステップがあって、じゃあ、インタビューします、1本。どうすか。<laughs> だからそしたら、この1本バズると思うし、見たくなるじゃないですか。そのまでの。だからそ,うそういうふうな、その番組構成ですよね。番組構成。例えば、その給料明細に関しても、どういうその番組構成なのかっていうと、じゃあ、いきなりですよ、番組始まった瞬間に、番組始まった瞬間に、こんにちは、じゃあ、給料見せてください。ばこれもう5秒ぐらいで終わるわけですよ、絵的に。 そうじゃないいですか、はいえー、よろししくお願いしますじゃ給料明さん見せてください。はいありがとうございますって面白いですか、まあ、確かに見れ確かに <laughs> あの給料見れけどんその番組の中でどう構成されてるのかっていうとあナレーションが入って今日はある歌舞伎町でナンバーワンの 女性ホストクラブに行ってみた,みたいな女性あのキャバクラに行ってみたみたいな,なんかそういうナレーションが入って一体どんな女性が働いてるんでしょうワクワクするんですよ見てる方はどんな女性出てくるんだろうみたいなでそういうふうな絵で最後番なんですよっていうまあその発信する側の視点でそのテレビ番組とかもどう構成されてるのかっていうのを見るとじゃあ自分がこう発信する時にそれを使えるわけですよわかりますうん とということで、まあ、具体的なやり方とか、まあ、お伝えしましたけど、まあ、み,なみんなやらないんで、まあ、やってる人が、まあ、全てを手に入れるってことですかね、はい、ということで久保さんの動画この後映しますんでよかったらどうぞ今回は売れるコンテンツの作り方のお話をします非常に簡単なんで是非ね試していただきたいと思いますそれはですね すでに集客ができる方とか、実績を残した方、そしてコンテンツを持っている方のインタビューをするという方法ですよね。そしてインタビューする内容は、そのコンテンツを持っている方に、どんなインタビューをしたらいいですかって聞いてみてください。そうすると、5点ぐらいにまとめていただきます。そうするとですね、あなたのやることっていうのは、コンテンツを作りたい人のやることっていうのは、それを読み上げるだけなんですよ。まあ、例えばこういうことになります。まず一つ目の質問っていうのは、すいませんけどそれでは自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。これ言えますよね。言うんです。そしたら、 そのプレゼンターのの方が勝手に喋ってくれますんで,でその次にどうしてそういうことをやろうと思ったんですかきっかけを教えていただけませんかって言うんですよこれ言えますよねこれが2点目の質問ですそうしたらその人は自分のストーリーサクセスストーリーを自慢げに喋ってくれます3つ目は結局今はどれぐらい稼げるようになったんですかって聞くんですよそうするとその方はこの頃はこのぐらいだったけど今はこのぐらい稼げてますっていうストーリーを図解入りで説明してくれますこれも言えますよねほとんどこの人が喋ってくれます で、4点目っていうのは、辛かったことは何ですかって聞くんですよ。そしたらその人は自分の苦労話をまたまたね、20分ほどで話してくれます。そして最後に読者さんへのメッセージをどうぞっていうふうに話すんですよ。この5点の質問でできますよね。それだけでもう素晴らしい対談動画が1時間半ぐらいの出来上がります。1時間半のうちにおしゃべりするのはこの5点なんで、多分トータルで1分かかんないと思うんですよ。トータルで1分かからない え、トークで質問で、しかも紙に書いてあることか喋るだけです。私が今やったことを聞くだけです。5点ね。そうすると、こちらの方が全部喋ってくれて、それを動画にしたり、音声にしたり、文章にすればコンテンツ、あの、完成ですよ。で、しかもそのコンテンツを発信している人、要するにインタビューの対談相手の方っていうのは、その方っていうのはすでに集客力があって、販売実績がありますんで、それを自分のものとして売ることによって、あなたはすでに集客ができたり、商品を売る力ができるわけですよ。 まあですから、ね、この対談っていうのをやるのは非常にシンプルで簡単かなと思いますでその対談によって集まった人を今度は自分でマーケティングかけていけば、まあ、すでにねお金を稼ぐ方法ってのできると思うんですよ、まあ、そういった形で進めていくのはいかがかなと思いますもし対談相手がいない場合は今度はね1万時間の法則ではないんですけどもナポレオンヒルさんみたいに、まあ、本を読んでその本に書いてあることを対談するんですよ 例えば本にはですね私はこういう時はこう切り抜けたって書いてあるんですよそしたら自分でね質問を設定してその質問にこの本にはこういう答えが書いてますっていうふうに話すんですよできますよね一人で対談ですよこういった形で稼ぐことってできるんではないかなと思いますもちろん顔出しが難しかったらスライドショーでそれをやってもいいと思いますしまあなんか、ね、風景画を出しておいて声だけで出演してもいいと思いますし声も出したくないって言ったら文章で質問はこうです回答はこうですっていうふうに作っていけばいいと思うんですよそれだけだと思うんですけどもいかがでしょうかねまあ稼げる方法ってのは山ほどあります ただ実行すする人が少なないだけなんですよあなたもきっと稼げる方法はたくさん知っていると思いますけどもいつか時期が来たら実行しようと思ってそのまま人生が終わっていくというルートをたどっているのではないでしょうか。